本日は七里ヶ浜駅に来ております。この江ノ電って書いてるのは多分ヨットの方ですよね。やはりこの湘南が近くにあるんで、それをねイメージをさせるようなね、そういったことになっているんでしょうか。でこの七里ヶ浜駅はこの稲村ヶ崎と鎌倉高校前のね間に位置する駅なんですけれども、ちょっとね面白い光景が見ることができます。この七里ヶ浜駅の周辺は、近くに海があるということもあって、このサーファーのねショップだったり、ちょっとしたこのご飯屋さんもあって、なかなかねおしゃれな雰囲気を醸し出していますね。夏なんか結構人多いんじゃないでしょうかね。冬もねサーフィンをしている方もいらっしゃるんですけれども、夏になるともっとね、活気づいた光景がね見ることができると思います。さあ正面には線路が見えてきましたよ。でこれ正面見ていただくと、家のね階段がこう線路に向かって伸びようとしている、伸びていたのか途中で切ったのか分かりませんけれども、こういった光景がねこの沿線ではよくね見られるんですよね。今ガードレールでこの今私が歩いている道路と線路はね仕切られているような感じになっておりますね。ここは常時30注意ということで、速度制限がね設けられておりますが、もうここからはい、ガードレールがなくなって、この線路とのね境界がなくなっちゃいましたね。すごくないですかこれ。いや乗っちゃダメなんですけれども、乗ろうと思えばね全然乗れる距離にあるんですよね。これはすごいな。これはおそらく併用軌道の一種ですよね。すごい、こんな近くに線路、しかも同じこの高さにあるんで、なんかもう親近感がすごいですね。でここは第4種踏切でしょうか。遮断棒がありません。線路内立ち入り禁止、これね当たり前なんですけれども、すごいね。この線路の横にねなんかちょっと人が歩けるようなスペースもあったりするんですね。これおそらくこの沿線にですね、こう線路に向かってこう家の玄関があるんで、ここ多分通って入るんじゃないですかね。じゃないと家に入ることはできないと思うんですけど、ちょっと定かではありません。これはあくまでも私の想像の範囲。さあどんどん進んでいきましょう。これオレンジのこうものが途中でなくなったりしてるんですけども、これ何なんだろう。でこの青いのはですね、列車が来たらですね、こう列車が来たよっていうのがですね分かるようにね光るみたいですね。後でねそういうところもお見せするんですけれども、ほらここ玄関でしょう。これどうやって入るんだろうって、まさか線路をねまたぐわけにはいかないんですけども、ここだけどうぞ通ってくださいみたいなことになってるんですね。実際こう人が渡ってるところ見たことないんですけど、ここ今矢印が出てたところ多分人通るんじゃないかなと思いますけどね。ここにもね民家に入り口があるんで、やっぱねどっかから入らないと家には入ることがねできないんじゃないかなと思います。こういったねあまり見ない光景をねこの区間でね見ることができるんですね。いやいや、ほらこの家も階段がね線路に向かって伸びているので、裏側は山になってますからね、こっちからね降りるしかないんですよね。ここもね危険と危険を促しています。確かに夜とかめっちゃ危ないでしょうね。いくら電灯があったとしてもですね、急に列車が来るとね分かりませんからね。おお、来た、この距離で鉄道と車の並走が見れますよこれ。すごいな、近い迫力がね、これ映像で伝わるかどうかわからないんですけれども、結構ね迫力のある体験ができますよここに来ると。うわすごいな。もちろんここにねお住まいの方々はですね、これがね日常的な風景光景だと思うんですけれども、私からすればなかなか興味深い光景に見えますけどね。さあ点灯しておりましたが、列車が行ったのでですね、点灯じゃないや点滅ですね、今点灯してますね。これはね列車が来ると点滅をすると、そういった設備になりますね。これはかなり重要な設備だと思いますよ。さあ列車が来ました。ほら右青いのがね点灯してますよね。この光景はですね熊本鉄道でもね、同じような形でこう道路とこう鉄道がですね、一緒に走行するようなね、場所もあるみたいなんですけれども、私は行ったことないんですけれどもね、ネットで見るとねこの今見てるあの映像と同じようなね光景を見ることができますね。いやいやいや、すごいよこれは。なかなかこう柵がないだけでかなりね距離が近く感じますからね。
これ途中でボコって上に上がってるのがあるんですけれども、これは何なのか分かりません。ここにもね、注意注意と、やっぱここ通れると思うんですよね。じゃないとやっぱ民家家には入れないですからね。さあどんどん進んでいきましょう。ほらほら、ここもなんか出っ張ってるんですけれども、これなんか意味があるのかな。もしね、ご存知の方はコメント欄にお願いします。おお、正面には江ノ島も見えてきました。おお、ちょっとね天気が悪いですけれども、はい、観光客、おそらくアジア系の外国の方がですね、結構たくさんいらっしゃいますね。車なんかもね渋滞してます。さすが人気のね観光スポットだけありますね。これちょっと余談なんですけれども、七里ヶ浜駅の名前の由来なんですけれども、江戸時代に東端の稲村ヶ崎から西端の小百合岬までの間のですね、浜の長さを測ったところ七里あったということで、まあ、それがね駅の名前の由来になっているとか、まあこういった歴史もねいろいろ見ると楽しいですよね。おお、江ノ島が見えてます。おお、なんか飛行機なんかもね飛んでますけれども、いやいやいや、これどうですか皆さん。こんなこの道路と近い距離をですね、電車が走っていて、これ外国の方とかね、結構近くまでこう寄って、携帯とかね、カメラとか構えてらっしゃって、その度にやっぱりこう、警笛をファンファンって鳴らしてる光景を見ることがあるんですけれども、やっぱそれだけ近いっていうね、ことなんだと思いますね。この距離感だってめっちゃ近いんですね。本当は映像でちょっと伝わってるかどうかわからないんですけれども。おー、かっこいいですね、これ。で今江ノ電が入っていったところがですね、ここがですねまたこう江ノ電唯一の場所になっていて、ここでですね列車交換をする江ノ電唯一のですね信号所なんですね。峰ヶ原信号所と言いますね。ここかなりね重要な施設になりますね。この信号所ではですね、列車交換の有無に関わらず、全列車とも一旦停車して、車掌さんからのですね、この出発合図を持って出発すると、そういう形になっていますね。で、現在ではですね、早朝と深夜を除いて、ここで必ずですね、列車交換をすると、そういったダイヤ構成になっております。さあ、今正面見えているのは、これ300型ですね、江ノ電の。これかなり古いんですよ、これ。もう私の動画でも何度もお伝えしているんですけれども、この300型の床がですね木でできているんですね。これぜひ江ノ電に乗られる方、このね列車に乗ってみてください。なんかもう昔のね小学校のね床を思い出して、この牛乳こぼした時めっちゃ臭くなったなっていうのね、個人的にはすごい思い出すんですけれども、さあいかがだったでしょうか。この江ノ電はですね、駅間も短いので、ちょっとねふらっと歩くといろいろなね発見があるんじゃないでしょうか。もしねご興味のある方は訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。